ばらく寝とけっての。いや、悪かったね。炊き出しここじゃやってなかったよ。勘違いしてた。俺に何か用か。ああ、赤鼻に頼まれてな。思ったよりみんな年食ってんな。なんで俺を襲った？あんたが何者か知りたかったんだよ。なんで今になって赤鼻を調べ回ってるのかって。あんたら赤鼻を知ってるんだな。あいつは生きてんのか？いや、死んだよ、とっくの昔だ。なんで死んだ？1年くらい前、赤鼻が下水に沈んでたのを見たやつがいる。銃で撃たれた跡があったって。銃？その死体警察には？いや、届けてないんだな。俺らは警察が好きじゃないし、向こうもドブで死んだホームレスの事件なんて面倒なだけだ。死体だってもうどっかに流されちまったよ。それでも俺らは赤鼻に何があったか突き止めてやりたかった。せめてもの供養にな。そっか。誰が何であいつをやったかは今もわからねえ。ただその頃、東条会のヤクザが一人あいつを探し回ってた。東か。そのヤクザが赤鼻を殺したのか？わからねえ。俺らがヤクザ相手に嗅ぎ回れるわけねえだろう。だからあんたからなら何か聞けるかと思ってよ。それでさっきは。あいにくだったな。そいつは下手なヤクザよりタチが悪いんだ。ガキン頃から喧嘩の場数だけは踏んでてよ。それもカムロ潮流でだ。遅かったな、カイトさん。1年前に赤鼻を探し回ってたってヤクザ、こいつか？ああ、こいつだ、間違いないよ。1年前、東は強盗犯だった赤鼻から1億を回収して組に戻している。その頃下水道には赤鼻の射殺体が上がっていた。となると犯人は誰だと思う？俺にはどうしてもあの東が人を殺せたとは思えねえ。銃だって下っ端のあいつがどっから調達した？銃くらいどうにでもなる。
ここはカムロ町なんだぞ。東に話を聞きに行く。あんたも行くだろう、海藤さん。あんたは東に何があったか知りたかったんだよな。ああ、分かってる。東はシャルルにいるはずだ。東さん、八神が、海藤も一緒です。どういうつもりですか、海藤さん。抜き打ちで押しかけてきたのはそっちが先だろ。何の用だっつってんだよ。東、お前赤鼻を殺したか。あ、1年前松金組に押し入った拳銃強盗だよ。そいつから1億回収したのはお前だったよな。でもちょうどその頃、赤鼻の死体を見たって人間がいる。撃ち殺されて下水に沈んでた。東さん、黙れよ、人聞きの悪い。本当にお前が赤鼻を殺したのか。どうなんだ東。あん時俺は兄貴を助けたかったんですよ。金さえ取り返せば波紋も取り消せるって。そのためなら何だってやる覚悟でした。なのに今は海藤の兄貴に銃向けんのか。うるせえ。俺とターボを殺す覚悟ができたってことか。あんたの銃、俺ら全員の口塞ぐには弾が足りんな。何？このてめえ、アガミ！何やってんだ！行けよお前ら！じいさんたち外出てろ！びっくりするわ！やっと俺の出番だな、タボ！ああ、給料分は頼むよ。おっしゃ！まだ
やってねえんだ。あ？赤花を殺したのは俺じゃねえ。じゃあ誰がやった？赤花が松金組の金を奪った時、組の中に誰か手引きした内通者がいたはずだ。そいつは赤花にいろんな情報を与えてた。事務所が手薄な時間帯、金庫のある場所はもちろん、その中に確実に金がある日時。でなきゃヤクザの金を奪うなんてまず不可能だ。その内通者が赤穴を殺したんじゃないのか？真相の口封じをするために。そうかもな。誰なんだそいつは。そこまでしてなんで組の金を？金は二の次だったんです。あ？海藤の兄貴を潰すことが内通者の本当の狙いでした。だからわざわざ兄貴が当番の日に金庫を。俺を潰すため？じゃあまさかその内通者ってのは羽村の頭か？頭にとって兄貴は組の中でただ一人の脅威だった。兄貴さえいなくなりゃ松金組を完全に掌握できる。あの人はそう踏んだ。確かにな、実際今そうなってる。頭に逆らえるもんはもうただの一人もいねえ。あの人にはそれだけの稼ぎがあって力がある。頭あっての松金組だ。赤花が死んだ時、お前は全部知ってるんだろ、東。1億が奪われて、兄貴が破門になった次の日だ。俺は、札から情報を買って、その夜には、もう赤花の名前と顔を手に入れてた。そいつで街中聞き込んで、行き着いたのはカムロ町の下水道だった。ただ、そこにいたのは赤花だけじゃなかった。羽村の頭もそこに？ああ、頭は赤花から9000万を回収して高飛びさせようとしてたんだ。つまり赤花の報酬は1000万。それで円満におさらばのはずだった。誰だ？出てこい！羽村の頭？頭ですか？俺です、東です。東？なんでてめえがここにいる？一人か？あの そこのホームレス、赤花って言って、そいつが事務所の1億を。恨むならあのバカを恨めよ。え？なんだ？頭、そいつはまずいんじゃ。お前、なんで奴が犯人だとわかった？それは。俺は全てありのまま話した。事務所が襲われた時、俺もその場に居合わせてたこと、綾部から札の情報を買って赤花にたどり着いたこと、
言葉が途切れたらそこで撃たれるってそう思って必死に喋りまくったなるほどで怪盗の汚名を晴らしてやる気だったかあの野郎もいい射程持ったな殺さないでお願いします勘弁してください頭本当にやるんでそうだな死にたくなきゃ俺に忠誠を誓えそいつを形にしてみせろでもどうすればこうすんだよお前がここに来なけりゃこいつは死なずに済んだそれどころか1000万手にしてたんだよかわいそうになお前がこいつを殺したんだお前女みてえな声出すんだな興奮するじゃねえかこれでお前も本物のヤクザになったな。それはお前がやったわけじゃない。ああ。だが俺はその前には町中歩いて赤鼻の居場所を聞き込んでたそして奴を撃った銃には俺の指紋旗から見りゃ言い訳できねえ状況が揃ってる俺の顔悪くなったって言ってたよな実際俺もそう思ってたなあ今の話をおやっさんに言ったら頭を抑えられたりは無駄だ親父にはもう頭を止める力はねえ事情を伝えたとこであの人を困らせるだけだ東もそれが分かってたからずっと一人で飲み込んでたそっかそういうことなんだな俺先に帰るよ海藤さんん積もる話があんだろあんたらには邪魔しちゃ悪いもんなやっぱり俺はあの八神が嫌いですあやつは俺よりずっと前から兄貴とつるんでた極道でもねえのに親父からも一目置かれてまあ面白くねえ野郎でしたよ東お前ターボーの父親の話知ってるかさあね何かあるんですかあいつがガキの頃は武道の手ほどきなんかもしてくれたらしいいい親だったんだろうなそして弁護士でもあったへえでターボーが15になった頃だ親父さんはある殺しを弁護して執行猶予付きの実質無罪を勝ち取っただがなそれを被害者遺族の一人が恨みに思ったんだよターボーの両親は包丁でめった刺しにされたらしいその頃ターボーは仕事ばかりの親に反抗期を迎えててよ
襲撃の時はダチの家を泊まり歩いてた。もしあいつがうちにいたら、その暴漢を取り押さえられてたかもな。誰も死なずに済んだかもしれない。八神の親を殺した犯人はどうなったんです？現場の奥で首吊ってたってよ。一つも救いのねえ事件だった。いっぺんに親を亡くした後、ターボーは親類の手も振り払ってカムロ町に出てきた。年をごまかしてテンダーで働いてたんだ。なるほど。じゃあその頃ですが、野郎と兄貴があったのか。あいつは最初俺が店で偉そうにしてたのが気に食わなかったんだと。当時は俺だってまだ駆け出しだ。それでもヤクザ相手に15かそこらのガキが喧嘩ふっかけてきやがってよ。生地腕に覚えがあったんでしょうね。その花へし折ってやったぜ。ただあいつはそれ以来何度やられようが負けを認めようとしなかった。てめえの痛みを一言みてえに冷めた目で見てたっつうか。でもある日それをどういうわけか松金の親父が気に入った。するとターボもだんだん親父の言うことだけは聞くようになってった。もともとあいつはヤクザにしかなれねえ俺らとは出来が違ったんだ。親父もそこを見込んで谷町を買って出たんじゃねえか。ターボーもそれに応えて司法試験まで通っちまった。そこがまた気に食わなかったんですよ俺らは。でもあいつは取り返しのつかないしくじりをした。もう終わった人間じゃないですか八神は。なのに兄貴も親父もなんであんな奴と。それ言ったら破門にされた元極道も似たようなもんだぜ。カムロ町じゃ珍しくもね、ここはその手の人間が最後に行き着く町でもある。あいつも俺もこの町で育った。他に行き場なんかねえ。だから羽村の頭といくら勝ち合おうが、俺らは俺らの流儀で行くだけだ。兄貴、今の俺には頭の命令が絶対です。でももし兄貴たちを殺せとでも言われたら、精一杯あがいてみせます。その気持ちだけで十分だ。モグラを追う八神たちに松金組の包囲網が狭まっていく。1年前、海東の破門をきっかけに塗り替えられた松金組内部の勢力図だが、全ては仕組まれていた。裏社会の掟に翻弄されるカムロ町の男たち、いつかその流れに一矢報いようと彼らはあがき続ける。
なあ東よ、お前なんで仕事手抜いてんのかな。いえ、自分はそんな。ならなんでまだターボがうろちょろしてんだよ。てめえがなってねえから舐められてんだろうが。頭がいるとよ、事務所が窮屈でいけねえぜ。うん。ずっとうだうだ機嫌悪いし。死ね！おい！